調子いいっすよね、俺ら。そうっすね。マジですよ。はい。だもうあれですよね、ちょ配信今始めましたけど、僕たち、その配信1、2時間ぐらい前からちょっとね。ちょっとだけね。はい、はい、ちょっと、はいはい、練習兼ねて、はい、ルールの確認だったり、はい、そうですね。うん、で、ちょ今からはちょっと実践さながらの緊張感を持ってやっていこうかなと。試合中はディスコ禁止ねえじゃん。はい、じゃあディスコ禁止。はい。はい、自分のとこミュートにすればいい。はい、あ、そう、自分のとこミュートで。自分のとこミュートにして、はい。はいはいはい。OK。いいメンバーさんが揃ったんじゃないですか、これはもう最強の。正直、うん、俺以外マジで、めちゃくちゃうまいから、俺はもうちょっともう、目標優勝に定めていきたいっすね。いや、もう優勝しましょう。いや、優勝しましょう。優勝しましょうよ。優勝でお願いします。狙いましょうよ。うん、優勝狙いましょうよ。はい、もちろん。何のあですか？間違って、この前の、なんか別の、デッドバイデイライトのルールを書いてた、概要欄に。ああ、はい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 。決勝忘れてた。なるほど。よろしくお願いします。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 優勝。まあ、あと、純一チーム、ゴージャスチーム、柏木ベルクラチーム、エグザムチームとありますけど、うん、僕たちは加藤純一チームってなってますんで、うん、純一さんとやっぱ指揮を取っていただいて、指揮ね、はい、なんかさ、これ、はい、誰がこのチームのなんかリーダー的な名前決めたのか分かんないけどさ、はい、俺も二度見したもん、俺なのこれリーダーとこれはカマセヒルっていうか人柱じゃんこれいややっぱね、メインでやってる3人のうちの誰かが本来チームリーダーであるべきなんだよ、これ本当はね。いややっぱ純一監督のもとに集まったね。しかもさ、俺たちちゃんとパークも決めたんだよね。はい、そうですね、決めたんですよ、これつけるみたいな。で、ショコがしなやかつけた方がいいですよって言われたから、俺はしなやかつけてるわ。あ、つけてますか。俺つけてるよ。あ、そうなんすね。うん、うん、僕もあのショコさんがお前みたいなもんはトンネルされるからストライクつけろって言うから使っちゃう。ひどい。ちょっと 2,3 試合やってね、うん、あとはまあ本番にということで、そうですね、はい、うん、やっぱこの自分の配信にね、このショコさんのレガシーネアが登場するとは思ってもみなかったから、あ、ちょっとできればレガシーじゃない方がいいんですけど。で、それなんでさ、レガシーつけたがんないの、ショコは。いや、なんか目立つじゃないですか、まずそもそも。はい、それと、うん、あとなんか狙われやすいというか、うんうん、狙われ上手い人になってくればなるほど、レガシーだから狙いたくないっていう人もいるんですけど、うん、でもなんか光ってるから狙いたくなるみたいな感じになると思うんですよ、レガシー。もう、うん、置いたくないけど、ショコさんはもうあの土黒でいいんじゃないですか。あー、そっち行きますか。あ、俺やったことないなぁ。あ、やばいやばい。俺取ろうと思ったのね。あ、じゃあ、みんな頑張りましょう。はい、頑張りましょう。そうか。はい、ね、ちょっと、はい、一旦切ります。はい、お願いします。お願いします。まあ一応ね、今日の18時か。ゲロちゃん主催のね、いつもゲロちゃんありがとう、はい、俺の中では。なんだかんだね、まあ、俺のさ、公式動画にも、ね、嫌がらずにいっぱい出てくれて。俺の今回のテーマは、ゲロに、感謝を捧げるわけ。いつもありがとう、ゲロちゃん。普段言いづらいけどな。ゲロちゃん、デッドバイデライトすごい好きなんだよ。あ、てか、音のバランスとかどう？優しい、あいつは。ルール後で説明するわ。なんかね、ちょっと複雑。GR カップっていうらしい。そうなの？今回のこの大会の名前 GR カップなの？あいつなんか本当にやりそうで怖いわ。そういう。だって嘘じゃないもんな。GERO だからゲロカップで GR カップ。
ゲロ本人、ね、ゲロ本人も出ればいいのにね。主催者。だからまあ、ゲロちゃんの声が聞きたいよっていう人はメイン放送かなんか行けばいいんじゃない？ゲロカップなんだ。で、一応、まあ正直ね、まあ、メンバーを紹介すると、ショコ、まあデッドバイデイライト昔から、あれだな、知り合いというか、もうニコ生時代からの、デッドバイデイライト始めたての頃にニコ生と、あ、ニコ生でショコとコラボした気がする。それ以来もう4年ぐらいの付き合いか、4、5年ぐらいの。レプチンさんは、そう、ショコがやってるレギュラー番組で、BPF で一回共演した。すごい好青年。デッドバイデライト超うまい。で、伊藤幸太さんは基本的に、デッドバイデライトは、俺ね、すげえチャンネルちっちゃい時からちょこちょこ見てたんだけど、一番好きなのはカイジのモノマネ。めちゃくちゃ好き。だから、かなり俺的には、恵まれたメンバーでお届けしております。お、いいね。で、俺が今これつけてるのは、小さい獲物。なんかね、大会のルールで、これルインついてるじゃん、多分。発電機1個、発電するまでルイン壊しちゃいけないんだって。ルインっていうか、光るトーテム。で、まあ、言わずもがな、誰がその光るトーテムを探した方が効率がいいんだって、なったら俺でしょ。で、基本、うちのチームはショコチェイスするから。やべ。あ、やばい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 。これはやばい。これはやばい。これは早くも。これ逃げちゃうか。真ん中はね、多分、良くない。俺もな、言ってちょっとやってたから。だからその、本番通りに、一個発電するまで、これ、ついてるね。一個発電するまで壊さないでしょ、トーテムは。で、三人がランク高いから多分、うわうわうわ。赤帯のキラーだと思う。ついてないか？いや、レプチンショコはマジで、チェイスが死ぬほどうまい。でね、三試合、やるのかな？合計で。で、キラー3人やるんだけど、4人中。俺ガチで優勝しに行くから、今回俺以外の3人が一応やる予定。ぶっちぎりで優勝したら俺が行くから、俺にやったら伝えるけど。多分そんなことにならないと思う。早いね！なんかね、レッドバイデイライトって、この、試合中あんまりボイチャつけない方がいいとされてるらしい。俺はどちらでもいいと思うんだけど。いや、発電機がマジで早い。もう2個ついてんだよ。このキラーも別に下手じゃないはず。赤帯のキラーだから。ボイチャリだと強い。これやばいな。勝負に頑張らせよ。困った時はショコさんが何とかするから。頑張れショコさん。で、俺はとにかく見つからないこと。マジで俺は釣られないことが大事。これさ、45度12メートルだよね。なんか俺これすら見つけらん、あ、切られちゃったか。ルインつけてくるかな。全然見つからん。血族つけ、いや、これ俺が行くの、これ俺が行くの、これ俺が行くの、これ俺が行くか。やっぱ血族強いね。強いわ。いや、キラー赤帯だと思うよ、ほんと。
いや、それ、やべ、それを凌駕するぐらい味方がうまいんだよ。もう発電機1個だぜ。スパイギアは出ないのか知らない。スパイギア別に出ないでしょ。ギアさんはバロランとか忙しいです。あー、いや、もう何もしてねえじゃん俺。やば、俺がランク15だからもしかしたらガバってるかもしれないね。この辺のね、やばいね、俺1個つけただけだぜ。これ開けちゃっていいかな、開けちゃっていいよね。いや開けよう、一回開けて、あの時は俺開けてよかったっすかって聞こう。で、あの初回釣り3ポイントなのね、意味わかる。サバイバーのポイント制じゃなくてキラーのポイント制なの。一番最初に俺まだ一回も釣られてないじゃん。で、俺が釣られたらキラーに3ポイント入っちゃうのね。で、こういうケース俺は釣られちゃいけない、逃げなきゃいけないっていうのを想定して逃げるわ。一回逃げて、あれ逃げてよかったよねって。多分みんなも、ほら俺が率先して、ほらほら。で、レプチンさん2回釣られてるじゃん。これはすげえ美味しい。2回目からは1ポイントなんだって。そういう大会ルールらしいよ。結構考えられてる。おもろいよ、ルール。え、だから、キラーはキャンプするのがうま、美味しくない。ショコ下打ちしてたわ、綺麗を。お前下打ちすんじゃねえよ。お疲れっす。お疲れっす。めっちゃ良かったんじゃないですか。これ、あれ出る班、あれ出る班なんで、ね。そうですね、あれはもう出る。あ、絶対出た方が良かったです。はい。ねえねえねえ、いいよ、いいよね。うん、いい判断。よかった。あとなんかショコが下打ちしてたらしいけど大丈夫、ショコなんか。いや、しないっすよ、全然。いや、してない。あ、びっくりした。下打ちしてたってコメントで、なんか今、ショコ下打ちしてるぞって。おレプチン早くやられすぎだよ、おい。そうそう。なんかそういう空気が今、大丈夫かな。ちょっと気まずいな。気まずい。そんな空気が。ね、流れてたよね。次の試合はちょっとチェイス頑張りたいと思います。反省してる。ちゃんと反省会してるわ。みんなのディスコ下げた方がいい。でも僕があの時荷釣りで皆さん誰も釣られてない、一回も釣られてない状態だったので、うん、あそこはもう完全僕捨て3人逃げがベストですね。あれは逃げだよね、よかったよかった、ね、はい、絶対逃げです、あれは。いい感じ、なんか、うん、今のが一番いい形だったような気がする。いい、だからね、しっかりこう練習の、はい、うん、そうですね、初回釣りが3点ってやっぱでかいっすね。でかいね、でかいな。あとね、頑張ってトーテム探してんだけど、トーテムの場所が分かんない。ちょ、俺それが心配なんだけど、なんかいい方ない、なんかちょっとこうやって探した方がいい。意外とね、ここで鳴ってるんだけどどこみたいな、分かんないよっすね。さっきショッコさんが言ってた刑事の直感つけてみるのどうですか。刑事の直感ってなんだっけ。そっちの方がいいかもしれないですね。あの、発電機が1台つくと、あの周りにあるオブジェクトの位置が見えるようになるパークなんですけど、はい、うんうん、それでトーテムの位置が詳細に分かるので、はい、俺持ってないよ、刑事の直感。カスタムだから。あ、でも本番いきなり使うのあれか。そうですよね。あ、そっかそっか。まあとりあえずじゃあこれでいいや。そうですね、とりあえずは獲物で。うん、じゃあそれで。あ、じゃあそれで。しかも有事の際は本番ぶっつけ本番でいきます。あの動画で勉強して今。今から。そう、動画で勉強して、あのまだ伸びしろあるから俺は一番。ああ。そっか、こっちよりいいんだ。確かに小さな獲物はそのなんか。正面の角度何度の、うん、しかも何メートル以内にあったら反応するっていう感じは、ちょっと場所が分からないと難しいかもしれないですね。そうなんだよな。45度、はい、45度かつ12メートル、はい、そう、小さなものはアバウトで教えてくれて、うん、刑事の直感はしっかりオーラで見せてくれるので、うん、じゃあ刑事の直感でいきます僕は。了解です。 OK です。 OK です。
本番ね、パツイチ。あ、なんか動画でめっちゃ勉強していくんだよ。オーケーです。発電機がついてから数秒間なんで覚えなきゃいけないんですけど、 それを大丈夫ですか、ちいさん、覚えるのは。いや、覚えるのだけは本当に得意なんで俺は。あ、よかったです。覚えるのだけここも聞こえたね、ちいさん。あれだよ、もう俺すでに調べ始めてるからね、大丈夫かな俺っつってもうすでに今調べてるからね、刑事の直感大丈夫かな俺。いや、ジュンさんも記憶だけでここまで来たから刑事の直感だったか、小さな獲物じゃないの。ショコの動画で勉強しよう。これダメだったらショコのせいだわ。あ、そうしましょう。うん、保険かけとかないと。去年の5月。いやー、おお、なるほど、すごいわかりやすい。いや、めっちゃわかりやすい。64メーターでしたっけ。そうですね、64っすね。64っすね、それが、はい、パーンって見えるんで、123みたいな、なんかここみたいななるほど、だいたいアバウトに、まあ、覚えてここにあったなみたいな。いや、でもさ、これ大丈夫かね、ちょっと俺心配、あの刑事の直感やめようかな俺これ一回きりなんだ。あ、一回つくごとにですね。あ、つくごとに、発電機がつくごとに、はい、でもさ、だって、はい、それさ、あ、そっか、むずいね。なるほど、そういうことね。なんでショコ帽子脱いだの。いや、帽子やっぱかぶった方がいいっすか。いや、俺はショコと言ったらその帽子がなんか、あ、やっぱ、ジュイさんやっぱ帽子って言ってるもんね。そうそう、よくさっきから俺配信会でも言ってたけど、なんでショコ帽子脱いだの。そうなんですよ、脱いだらもうこれにしないとあ、ジュイさんなんで今ジャージ着たの。いや、俺これ好きだから、この風呂上がりの母ちゃんのやつ好きだから俺これあれ、これレディオ、そのあ、レディオします。はい、よし、じゃ あレガシーで行くんすね。あ、やっぱレガシーで行きますね。はい、ショコレプはちょっとね、ガンガンバレてもいいんじゃない。もう、そう、バレてね、バレてね、走り回りますわ。そうだね、うん、その方がいいよね。大胆に、ね、うん、大胆に。あ、じゃあ、あの真ん中の切ります。はい、あ、はーい、はい、いけんじゃないの。6時スタートな、18時スタート。大会のルール、ゲロちゃんのツイッターに書いたんじゃないかな。なんかちょっと複雑なんだよね。俺もさっき説明を受けてようやく分かった。いや、18時まで練習じゃない。なんかその本番はこういう感じなんだっていうのを一回ちょっとやろうってことで、あと2試合ぐらいで。5時半か。大会とお前狙われる。やっぱ一番下手なやつをトンネルするのが、あれだよね。俺狙われるよな。普通に切れ目。ふざけんな。俺やっぱガチになるから。大パンとかかもしんないけど、みんな嫌いにならないだろ。オッケーオッケー、あ、小さな獲物にしよう。え、うわー、マジか、豚かよ、豚一番嫌だ俺。豚嫌い俺、うまい、これ信用しなすぎ、豚ちゃん。
よかったよかった。やっぱね、あの一見チェイスしたくなるけど違うんだよ。これついてないよね、ついてないよね、オッケー。ビリビリってなるもんね。みんなルインつけないのかな。そう、そうなやつ。5周年は、4周年がサイレントヒル、5周年はバイオハザードとコラボするらしいよ。ネメシス、毎回毎回目の前にあるトーテムのせいでチンチンになるの、うっせえな。これつくぞ、一気にバンバンバンって。やっぱコーダさんも、うわーすごい早い。俺これは無理やりつける、ひよっちゃダメだこれ。いいねこれは、すげえマジでこんな早いんだぜつくの。しかも巻いてるじゃん。追われてる。やっぱレプチン一生こうマジでうまいね。そこ向きになっちゃダメよ。ただね、レプチン一生こうもマジでうまいんだけど、今日の大会にマジで世界大会とか、あ、世界大会じゃない、その大会とかで優勝してるクッソうまいやつが出てるらしいのね。その人がキラーやれる時とかは多分レプチン証拠でも結構苦労すると思う。むっちゃうまい人らしいよ。てかチクですらすげえやっぱうまいでしょあいつ。チクノボもいる、ベルカダさんチームかな。もうなんだ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 、あそこにいるぞ。うますぎるだろ。じゃあわしがちょっと次は頑張りますか。はいやつくの。ショコ直伝しないか。ショコ直伝しないか。ああしまった。なんで俺だけ。おい逃げてくれ。おいだレブチあれ持っていけいけ。いけつけろ。うまいすぎる。うますぎる。これどうすればいい。これどうすればいい。あ、やべ、使わされちゃった。あクソしなやかで逃げれたのに。逃げてくれ。逃げてくれ。お、大丈夫か。レプチンさん大丈夫それ。やばくない。ちょっとやばいやばい。これさ、俺逃げらんないんだよね、外さなきゃ。外すんだよな、俺な。次、外してくる。あ、起動してないから、あ、なるほど。これ外さなくていいんだ。逃げれんのか。あ、よかったよかったよかった。そっか、まだ誰も釣られてない状態だったから今みたいなことしていいのか。
いいね。ありがとうございました。ありがとうございます。あざーす。いや、レプチンさん感動しましたよ、僕。あ、よかったっす。どう？あれ？いや、あ、なんか、はい、ちょっと純一さん守りたくて。本番は逃げてる、あれ本番逃げてる、ちゃんと。本番はもう、ね、あれは逃げようね、あれね。やっぱ早いわ。ボーイじゃないからゲートで3人。そうそう、めっちゃめっちゃ目合ってたわ俺。俺行って行ってと思ってたけど。3人横並びで、はい、そうそう、どうするみたいな。なんかコメントでショコが舌打ちしてました、すいません。なんすか、ちょっとだんだんバレてきてるな、ショコの本性が。舌打ちなんてしないですよ。試合ともしかも僕が原因で。いや、そんなのないでしょ。いや、あれでも分かりやすいですね、あの自殺して。あー、そうだね、確かに確かに、あれはありかもな。これなんかいいあれないかな。ああ。じゃあ3試合目ラストのしとく、一応もう俺たち、はい、うん、もうチームワークもいいんじゃないですか、これバッチリですよ、ね、バッチリだよね、うん、はい、やっぱ通電まで誰も切られないって、うん、あれ強すぎるわ、ほんと早すぎるわ。いや、もう誰を追いかけてんだろうと、最初高台さん、うん、ずっとね、オブステが動いてて、はい、その後ショコさん追いかけてて、その後僕に来て。そうですね、いろいろいろんな人を経由したみたいですけど、いや、でもいやいい感じですよ、かなりいい感じ、すごい、はい。これ17時半集合っすよね、ディスコ。17時半っすね、はい、え、本番もあのみんな今やってる配信サイトで配信する感じっすか。僕はオプレでやります。はい、僕もオープンレックで。あ、俺はじゃあツイッチでやろう。ります、はい。俺ポコチャーで。俺名前しか聞いたことないんだけど、それ。ポコチャどこで、まあ、YouTube かミルダムかでやる。あ、なるほど、はい、なるほどです。しかもなんか、どこだよポコチャーって言いづらいし、なんか俺知らないから。本気だったら悪いなと思っちゃって。本気でポコちゃんやってたらなんか悪いし、角立つし、どっちだろうなと思っちゃって。そうだね、これがね、リモートじゃなかったら今とんでもないボケの顔で言ってたから。なるほどね。顔見えないと分かんないっすよね。顔見えないからね。ちょっと今これがリモートの弊害か。なるほど、伺っちゃったな俺も。まああったもんね今。そうそうそう。いや、なんかデッドバイデイライト久々にこんなに触ってるけど面白い。いや、面白いですね。おもろい、おもろい。いや、ちょうどあのバイオコラボも来るんでね、はい、もうぜひその時にはやろうよ、またバイオでね、またうん、またやりましょう。やっぱ純一さんゾンビに切れそうだな。なんだよ、何それ。なんで AI ゾンビがね。あれなの、そのもう能力分かってるんだっけ、テストサーバーできんだよね。はい、テストサーバーもやって、うん、そのネメシスの能力でゾンビが使えるんですけど。どういう能力なの、ごめん俺ちょっとまだ知らないんだけど。そう、ネメシスの時だけ、うん、のマップ上にゾンビが2体動く、2体出るんですけど、え、それが完全 AI で動くんですよ。うん、でなんか足遅いんですけど、いい塩梅になんかボディブロックしてきたりとか、うん、攻撃してきたりとかするんで結構邪魔なんですよね。あ、もう実体のある人間のキャラクターみたいな感じで板の前に立ってたりするの、はいはい、そうですそうです。邪魔くさ、すげー上徘徊してくるから。そうなんですよ。へえ、あの完全その AI でオートで勝手にその歩き回って、うん、でサバイバー見つけたら近寄ってって攻撃みたいなことしてくるんです。すっげえ邪魔なんですよ。へえ、一回なんか動画っていうか誰かが上げてる見たんですけど、なんかあの、うん、ストライク決めたところにゾンビいてそのまま即ダウンみたいな。はい、え、ダメージ判定もあるんだ。あ、ありますありますあります。へえ、あ、じゃあラスト試合頑張りましょう。
はい、はい、始まりましょう。しまーす。面白そうなキラーじゃん。ネメシスよりそっちのゾンビの方がだるそうだな。ちょ、俺飯食いてんだ。お腹空いちゃった。何のためにオプレのチャンネル作ったんや。すごいさ、俺のチャンネルだって言いたいんだけど、俺も、俺のチャンネルじゃないからさ、あれ。俺知らないし、そのアカウントの ID とか知らないからさ。乗っ取ってもいいんだけど。そんないっぱいあってもね。モコの時間チャンネルって名前に変えようじゃん。なんかさ、マップの指定は、一回しかできないのね。こういうさ、わかりやすいマップがいいな。お、ナースだ、いいね。これは本番も予想される、久々だ、ナース。ナースはとにかくバレないこと。なんか今なんか言いたげん。これもルインついてないね。破滅ある。これついてるか。ジリジリって言ってた、話した時に。いや、ボイじゃないの、おもろい。ノラでやってるみたいな。一個壊したから、ちょっと破滅探しながら行こうか。これ、俺のさ、ちょっとごめん。これ練習だからさ、一回待ってね。これね、これが破滅ね。45度12メートル。一回は壊したいけどね。見つかんない時ほんと見つかんないからな。やっぱ破滅壊した方がいいよね。あった。45度12メートル。あ、この重機の近くだ。これ違うね。もうこれ壊さなくていいよね。まず外周から探そう。これ回しちゃった方がいいかな、こういう時って。後で聞こう。こんだけさ、上手い人たちだったらさ。あと、この辺にもあったりするよね。回した方がいいよね。もう長期戦になった時に、やっぱトーテムは壊してた方がいいと思う、俺は。監督、おやってるな、加藤、つって。だから今気づいてたら気づいてたけど、俺が探し当てるの。今見て監視してたんじゃねえか今。よし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 。はーい、とにかくナースはバレないこと。チェイスできないからね、ナースは。このマップしなやか生きねえな。もう真ん中つけちゃえばこれもう結構勝利が近づくんじゃない。で、今みたいな時さ、ルイン壊さない方がいいかな。ガンガン回しした方がいいと思う。本番のキラーは俺以外の3人。回しながら壊せ。また難しいこと言うね。
うわ、落としなかった。これあれか、ガラクタいじりか。だね。おい、しかも俺もなんかちょっと戦力になれそうだぞ。ちょっとは。あの、ゼロじゃない。あの、エイペックスの大会みたいな、もう何にも、右も左もわからないような感じじゃなさそう。周りが上手いからより動きやすいわ。こんな際どいとこつけなくていいんだけどな。ナースがいるってなるとデッドハードつけたくなる。あー、やっちった。エブニー、これやばいかも。みんなクソ早い、回すのが回すのクソ早い、マジで回すのクソ早い、マジで早い、マジでうまい。多分俺がいるから、あの、ランクが緑帯ぐらいになってると思うので、もう緑帯ぐらいのキラーじゃ太刀打ちできねえじゃん、3人に。はい、俺はもうすぐ逃げるぞ。逃げていいよね、これ。オッケー。釣られろ、レプシー、釣られろ。釣られろ。釣られろ。お、さすがだね。結構余裕だね。ちなみに敵チーム化け物ばっかり。いや、だから、いや、言って俺たちのチームも強いからね。いや、良かったんじゃないの、今の試合は。ランク9。めっちゃ良かったんじゃない？めっちゃ良かった。ね、めっちゃ良かったよね。めっちゃ良かったっすね。バッチリ。バッチリだよね。バッチリ。これはいけんじゃないですか。これちょっといい感じのまま本番迎えましょう、じゃあ。そうそうそう。オッケー。行きたい行きたい。あの、皆さん、あの、寝過ごさないようにだけ。5時半ね、5時半ね。はい。オッケーだね。オッケー。はい。オッケーです。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。後ほどお願いします。後ほどお願いします。ルールだけ俺ちゃんとみんなに説明しとくか。俺もなんか理解した気でいるだけかもしれないからな。ちょっと待ってね。いや、ゲロちゃんも本当にさ、あれだよな、いろんなことするよな、本当にな。対戦ルール、画像保存、保存できません。じゃん。見えてる？サバイバーはパークかぶりなし。あ、じゃあこれパークかぶりはしていいんだって。パークかぶりしていいんだって。見えてるかな？見えてねえな、多分。じゃん。パークかぶりなし。ストライクが2人まで。試合中のボイスチャットなし。これ面白いよね。発電機が1台修理完了する前に光る当店を破壊した場合、破壊したチームの負けとなる。空気読まずにさ、それでさ、反則負けにしてさ、すげえ空気にしてやろう。どうそれ。やっちゃってじゃん、やっちゃったじゃん。俺やるわ。普通に壊すわ。どう？地獄みたいな空気にしていい？しかもそれを、やめよう、やめよう。おい、ゾッとするわ。
キラー、あらかじめキラーをティア分けし、試合前にくじ引きを実施。引いたくじのティア内からキラーを選択。試合ごとにキラー担当は交代。3試合中、1試合だけマップ指定可能。その他はランダム。キラーのアドオンは、ベリーレア、紫。なんかその、すごく、アドオンっていうパーク以外に、持っていける装備みたいなやつが2つ持っていけるんだけど、紫以下。一番レア度の高いやつを装備可能。プラス、一番レア度高いやつと二番目にレア度高いやつを装備できるやつが各チームに一人いるのね。もちろん、それ俺なんだけど、俺がアドオンもりもりでいくより、ショコがノーアドオンで言った方が絶対強いから、多分俺は、キラーはやらない。その時は全力で応援します、僕は。みんなの試合を見ながら。で、レア、紫以下を二つ装備可能が一名。多分ね、この枠は、その、それぞれの能力に応じて決められてんの。ショコとレプチン上手いから、あの、二人とも、枠的には、装備なしだったと思う。アドを持っていけない。禁止パークは、有能の証明、コソドロの本能、査定、怪我の巧妙、手札公開、仲間意識。なんか多分これつけちゃうと、発電機爆速で回して、あんまなんか見てる的に面白くないのかな。よくわかんないけど、これは禁止なんだって。で、コウタさんもめちゃくちゃ上手いよ。俺より全然上手い。まだあるんだ。じゃん。その2。勝敗条件。これね、キラー側がポイントの、キラー側のポイントで換算ね。で、初回釣り。4人いるじゃん。4人とも1回ずつ釣ったら、それだけで12ポイントもらえるの。で、俺だけ3回、3回釣られるとすんじゃん。そしたら、あ、2回釣られるとすんじゃん。そしたら、5プラス2で5ポイント。で、1回救助されたら、マイナス1ポイント。だからその2回目の釣りをなかったことにできる。で全滅すると3ポイント。最後の方で、俺は釣られてないけど、他の3人が1回ずつ釣られてたら、俺は他の3人を待たずに早く逃げた方がいいと思う。まあ、そんなケースないからいいんだけど、別に。うん。なんで多分こういうルールにしてるかっていうと、いや、キャンプずっとしてても美味しくないじゃん。だ必然的に、みんなの初回釣りを狙っていく方がポイント高くなるから、なかなかキャンプしづらいルールにしてるんだと思う。これもいいルールだよね。めっちゃね。結構大会だとこういうのが使われてるらしいよ。お互い15ポイント以上なら修理台数の差で勝敗を決定。同数の場合は引き分け。で結構バチバチにみんな、いろんな、なんていうの、バチバチに攻撃しに来ると思う。いいルールだよね。だから3人とも、で俺血族、だみんな結構血族つけてくると思うの。で、初回釣りされてないやつは基本的に発電機回したりして、そんなにリスクのある救助には行かない方がいいと思う。1回釣られてたら、救助1回ね、したら、死毒だからね。プラマイゼロになるから。最高何ポイントだろう全員。いや、最高めちゃめちゃポイント入るんじゃない最高、何ポイントになるんだろう ?15 ポイントなのかなもっと多分いくよね。もうちょいいくのか。これがキラーのルールね。点数のルール。で最後が、これがね、キラーティア分け表。これゲロちゃんが分けたのかなわかんないけど。試合前に、引くの。くじ引きを。で、A が出ましたよって言ったら、ナース、ツインズ、カニバル、スピリットの中から、一人選んで、行く。俺は、トラッパーしか使えないから、ワンチャン F 来たら俺に行かせてくださいって言うかもしれないけど、多分やらない。だから、二パターン用意され、二パターンあるよね、可能性としてはね。このチーム、もう、俺が、このチームはショコが、行きますってなってたら、くじ引き引いて、その中から一番使えるやつを選ぶか、A 来たからショコ行こう。ナースが得意なショコ行こう。で、レプチンさんハントレス好きだから、C 来たから、ね、レプチンさん行こう。みたいな方式を取るか、もうチームで決めとくか。俺たちは、まあ、もう決まってるけど、一応、本番前に言うわ。F と D 来たら終わり。そう、D が弱いらしい。ハグ、ヒルビリー、クラウンは、オファリングっていう、その装備がないと結構弱いらしいのね。D 引かないように祈るらしい。みんな。なんでお前トラッパー F いいじゃねえか、トラッパー強いじゃねえか、お前。だからそのピンポイントで、ねえ、この A とか引いた時に、ショコとかが、
いけて全釣りとかできたらめっちゃアドだよな。なんかいい、すげえ考えられてるなと思った。これが大体のルールです。皆さんじゃあ17時ぐらいかな。GR カップ。しかもなんかちょっと、な、生って CR カップ、よろしくね。出るから俺。デッドバイデイライトで。いや、ゲロちゃん多分考えたんだと思うよ。ああ、ゲロちゃんとスタッフさんわかんないけど。じゃあ飯食ったりしてくるわ。